決まった優勝全員ぶっ殺します。勝つことしか考えてない。静かながら自信たっぷりのコメントだ。去年悔しい負け方したんですけど1位取れなくて忘れ物を取りに来ました。今年戦った仲間が散っちゃいまして、そいつらの代わりにそいつらの魂を連れていきます。勝ち残るのはただ一人です。ビクトリーロードを通って最後に笑うのは優勝候補。勝てない。お前の強いのか。腐ったてまた出た大番狂わせ。話したいと思う。このステージには魔物が住む。話しに行きます。これが闘陸の魔力か。全く言う手が分からない。邪魔を秒殺。もしこんな空気ともには俺の勝ち合い。今流れ変わったから何かが舞い降りた。殺すから譲らない。譲らない。譲らない。全国の強靭なプレイヤーたちの中から勝ち上がってきた8名の勇士たち、最後の戦いが始まります。戦いは熱いものになります。戦いは熱いものになります。期待してください。アルカナハートフル決勝トーナメントファイナルバトルが今スタートします。それではベスト8最初の試合を始めます。準々決勝第1試合、選手の入場です。ワンピガワ中部エリアゲームスカイ代表高槻弥生。
エリアビートライブ代表ホワイト。さあこれより準々決勝を戦ってくれるこの2人にコメントいただきたいと思います。去年の北斗ではなんか被ってましたよね。あ、別人ですか。わかりました。それではコメントを改めていただきましょう。これから戦うホワイトとは、同じゲーセンでずっとやってきた仲間なんで、まあ、悔いがないようにここの壇上っていう最大の舞台で戦えることでこうずっと希望してたんで、それで今叶ったんで精一杯やりたいと思います。実は僕アルカナを始めたのはあの林さんが誘ってくれたのがきっかけで、これあの最初は林さんが東撃で優勝するためにスパーリングパートナーになろうとしたんだけれども、なんかやってるうちに自分が熱くなってきて、それでまあここで林さんと戦えることが本当にすごい嬉しいです。今日は絶対勝ちます。林さんなんですね。あ、途中まで分かりませんでした。はい、両選手握手をして席に着いてください。実況はチクリン。はい、今年の夏は血祭りじゃーって言っておきながらものすごいファンシーなオープニングだったんですけども、まあそういうゲームですからね、みんな気にしないでいきましょう。はい、それでは、準々決勝第1試合になりますね。両者とも北斗でございます。東撃07ファイナルアルカナハートフル準々決勝第1試合、レディーファイト。あるかな、無駄よ無駄よ、やつらに
レディファイト。この記憶すべよあるかな。無駄よ無駄よ。そこ邪魔よ。タイム準決勝進出は林。さあ、まず1人目準決勝進出が決定しました。ゲームオーバー。続いては準々決勝第2試合、選手の入場です。ワンピー側東京エリアゲームオスロー立川第2点代表、タヌアットマークタヌ一味。2P 側近畿エリアゲームスペースプラニー代表シャカポさあ、これよりこの2名の選手が準決勝進出をかけて戦ってくれます。それでは一言ずつコメントいただきましょう。こんばんは。まあそこら辺の応援してくれているタヌ一味の人たちのためにも優勝したいと思います。よろしく。無理やで。ああ頑張ります。両選手握手をして席についてください。さあ、先ほど同門対決とはいえタヌ一味が一人減ってしまいました。これはもうボスとしては憂いべき事態ということなんですが、さあ果たしてどうでしょうか。東西対決とも言えます、シャカポ VS タヌ、闘劇07ファイナルアルカナハートフル準々決勝第2試合、レディーファイト。無駄よ。
Get ready, fight! 無駄よ。無駄よ。ここ。指を。あるかな。準々決勝第3試合、選手の入場です。ワンピー側、近畿エリア、星狩物語岸和田店代表、コウ。当日予選枠、カス。さあ、これより戦ってもらう両選手にお話を聞きたいと思います。もう少し中央でもいいですよ。はい、それではお願いします。あ、このゲーム全然やってなくても勝てるってことを見せに来たんで、すいません。今週15分だけやったんで、15分もやったんで勝ちたいと思います。15分もやられたら多分俺勝てないですね。俺じゃ無理っす。まあ多分当日予選のラッキーボーイでこのまま勝ちたいですね。さあ、それでは両選手握手をして席についてください。現在、アルカナトッププレイヤー勢の間では最強キャラはリーゼなんじゃねえのという話で持ちきりなんですが、その、最強説を裏付けるかのようにリーゼが3人残っております。去年の北斗の拳の時針ですね、これ。さあ、それでは、行きましょう。投撃07ファイナル、アルカナハートフル準々決勝第3試合、レディーファイト。
準々決勝第4試合選手の入場です。ワンピー側関東エリアフレビジョイカム石岡店代表フリーダエリアゲームプラザ M 代表青アットマーク牧場、さあ最後のベスト4の椅子をかけて戦ってもらう両選手に一言いただきましょう。今日アルカナハートっていうゲームを初めて見た方々もたくさんいると思うんですけど、今からこのゲームの暗黒面を皆さんにお見せしますんで期待してください。僕が使うキャラはちょっと嵐キャラなんで、相手優勝候補と言われていても一旦、はめ殺してしまえばちょっと逃げることできないんで、ちょっとクソゲーに見えるかもしれないですけど、お許しください。さあそれでは両選手握手をして席について、さあまさかのリーゼ最強決戦が闘技準々決勝で行われるとは誰が予想したでしょうか。しかも勝ったらまた次リーゼです。リーゼ同士で殺し合ってください。それではいきましょう、闘技ゼロセブンファイナルアルカナハートフル準々決勝最後の試合になります。レディーファイト。私たちの邪魔をするリーファイト。Thank you.
これでベスト4が出揃いました。次はいよいよ決勝進出をかけた戦いです。それでは準決勝第1試合、選手の入場です。ワンピー川中部エリアゲームスカイ代表、高槻弥生。近畿エリアゲームスペースプラニー代表、シャカポさあ、もうここまで来れば両選手語ることはないと思います。両選手握手をして席についてください。さあ、あのね、本当ゴキブリみたいにいっぱいいた田の一味も一人になってしまいました。寂しいことでしょう。ボスもいなくなっちゃいましたからね。さあ、果たして田の一味林は生き残ることができるのか、それともシャカポ、やり込みは裏切らないということを証明してくれるか。闘劇07ファイナル、アルカナハートフル準決勝第1試合、レディーファイト。Thank you.
リファイシャカポ決勝戦進出。続いては準決勝第2試合、選手の入場です。ワンピー側近畿エリアゲームプラザ M 代表、青アットマーク牧場。スーピー側当日予選枠カス。両選手とももう語ることはないと思います。握手をして席に着いてください。さあ、青にとっては本日の音なんかやらかしてますね。筐体逆でしたか。さあ、本日2度目のリーゼツ対決となります青。さあ青は、最強リーゼツ界と言われるフリーダを下し上がってまいりました。そしてカスは関西最強のカムイス界と呼ばれるコウを倒し上がってまいりました。お互い勢いは十分。それでは行きましょう。闘撃ゼロセブンファイナル、アルカナハートフル準決勝第2試合、レディーファイト。私たちのジャンプはい。
Get ready. ほせぎり青決勝戦進出です。数々の実力者たちがここまでの勝負に敗れ、いよいよ2名の強者が勝ち残りました。解説のまんまさん、ここまでの試合見ていかがでしょうか。関東勢終わってしまいましたですね。青さんの書いてあった通り、関東は崩壊してしまいましたです。まさかのタヌ一味全滅、はい、自分もタヌ一味だったので、こっそりと応援してたんですが、これからまあ決勝戦両者戦うわけなんですけども、はい、勝負の方、それぞれの選手のやはり強みというのはどういうところにあると思いますか。そうですね、シャカポー選手はアルカナを雷で固定しているプレイヤーで、最初の頃から、初期の頃からずっと雷を使っていたので、雷ステップ、エンシームを使った総裁戦や画面端での試しを使った雷置き攻め、こちらの方はとても上手でした。なるほど。さあ、それでは決勝戦、いよいよご覧いただきたいと思います。いよいよ頂点です。勝者はただ一人。決勝戦、選手の入場です。ワンピー側、近畿エリア、ゲームプラザ M 代表、青アットマーク牧場。近畿エリア、ゲームスペースプラニー代表、シャカポー。さあ、これからこの両名が勝者どちらかになる戦いをしてくれます。それではですね、それぞれにコメントをいただきたいと思います。お願いします。正直ここまで来れると思ってなかったんで、できれば優勝したいですね。でも、今回は関東を倒すことだけが目的だったんで、ちょっとシャカポさんだったら負けてもいいかなとかちょっと思ったりしてますけど、まあ全力でぶっ殺させていただきます。最強キャラはリリカです。リーゼちょっとやなで、どうしようかな。あ、頑張ります。さあ、それでは両選手握手をして席についてください。アルカナハートというゲーム、思えばここまでいろいろありました。リリース直後に猛威を振るったコノハとカムイという2人の強キャラ、そして、闘撃予選の真っ最中に行われたバージョンチェンジ、
そして萌えゲー扱いされてる割には思いのがキャラに萌えないっていうのが、まあみんなそれを乗り越えてここまで来たってことです。さあ64人から2人に絞られました。闘劇07ファイナルアルカナハートフル決勝戦、レディーファイト。今の気持ちをといられてもちょっと表すことじゃないですけど、まあ嬉しいです。そんだけやりました。 あと応援してくれた東海での皆様ありがとうございました。優勝した青選手にもう一度大きな拍手をお願いします。